こちゃん。はい。はい、ふなっぴーです。こんにちは、こんばんは。リスナーの皆さん、YouTuber の皆さん、お元気ですか？ふなぴーも元気ですよ、元気ですよ、元気ですよって言った具合にやってきますね。はい、今日もふなぴー島パトに行ってまいりました。今回は星玲奈さんの今の季節にぴったりなんだけどお値下げされたアイテムを購入してまいりました。はい、こちらですね、銀ガムレイヤードフープローバーでございます。商品情報はこちらでね。そしてこちらお値下げされた金額はっていうと税込み1419円のところなんとなんと550円にお値下げされておりました。これはブラボーでございますね。はい、こちらね、カットソーと不白の生地をドッキングしたレイヤード風で1枚でコーデの主役になるプルオーバーでございます。身頃の部分は少し光沢のあるリブに、ネックラインはオートネックで、トモ布の見返しになっております。ちょっとね、きれいめな感じでございますよね。ゆとりある身幅に切り返された生地はつるっとした柔らかい生地の銀ガムチェックの長袖となっております。カフスは内側がゴムになってますね。でもなんかちょっと緩い感じのゴムですね。ウエストで切り返された裾はギャザーが寄せられ、ふわっとした裾がレイヤードしてるかのように見えます。そしてコーデをする前にふなぴーインスタもやっておりますので、よかったら見てくださいませ。ではこちら、金ガムチェックレイヤードフープローバーコーディネートしてみたいと思います。ネックレスは星玲奈さんのネックレスに、ボトムスは岡田結実さんの股ずれ防止テーパードパンツに、靴はブラックのパンプスと、持ってるバッグは星玲奈さんのフォーバッグで、あら、ちょっと100円玉見つけちゃったわよっていうふなぴーのモノマネコーデでございます。はい、こちらの銀ガムチェックのレイヤード風プローバーでございますね。ネックラインはオートネックでデコルテを綺麗に見せてくれます。身頃はリブですが、このようにゆったりゆとりあるリブとなっております。ストレッチ性が少しあるっていった感じですかね。目の詰まった弾力のあるリブとなっております。銀ガムチェックに切り替えられた長袖は手の甲が隠れるぐらいの長めの長袖となっております。内側がゴムになっているので、腕まくりはっていうとちょっとね、緩い感じでね、ちょっとこんな感じで、はい、上の方まで上げないと落ちてきちゃいますね。肘の上まで上げればふなぴーのしっかりとした二の腕で止まります。途中だと落ちます。緩い感じですね。ウエストから切り返された銀ガムチェックの裾はギャザーが寄せられていて、ふわっと広がる裾でぽっこりお腹やふなぴーのヒップもしっかり隠れる丈となっております。はい、皆さんご存知、腰広なふなぴーなので、この
フレアな裾が悪目立ちしないかと思って実は敬遠していたんでございますね。そんなフナピーがどうこうでするか楽しみですね。どうなるんですかね。ワクワクドキドキでございますね。では次行ってみましょう。ボトムスは GU のシャイニーギャザースカートと黒いパンプスでコーデしてみました。オーガンジーの生地にたっぷりとギャザーを寄せたボリュームあるロングスカートでございます。いやいやいや、これはね、実は残念コーデでございますね。残念でございます。こちらの裾のフレアに負けないぐらいのスカートのボリュームで、もうこれは下半身にしか目がいかないですよね。しかも膨張しております。いつもよりも膨張しております。なのでこれは本当にダメダメダメコーデでございます。良い子は真似しないでくださいね。とりあえず回ってみました。では次行ってみましょう。ボトムスは GU のデニムのロングスカートに、履いてる靴はムムさんの細ビットローファーでコーデしてみました。ボリュームが控えめなデニムのロングスカートと合わせて、胸元が寂しいのでマンテルネックレスをつけて、目は上の方に行くようにしてみました。とはいえこのトップスはスカートよりもパンツの方が相性が良さそうでございますね。はい、次行ってみましょう。はい、気を取り直して、同じデニムでもストレートタイプのライトオンのデニムに、靴はムムさんの細ビットローファーでコーデしてみました。こうすれば気になるウエストラインもカバーしつつ、すっきり見えますね。では次行ってみましょう。ネックレスは島村で購入したネックレスに、ボトムスは GU のストレッチフレアパンツに、履いてる靴はベージュのパンプスでコーデしてみました。ウエストから膝まではフィットして、裾のフレアは控えめなフレアパンツでバランスよく着用できました。パンプスとボトムスを同じ色にすることで統一感が持ててすっきり見えます。はい、これでフナピーのシマパトアンドコーディネート終わりにしたいと思います。皆さんの何かの参考になれば嬉しいございます。ご視聴ありがとうございました。またよろしくお願いいたします。バイバイ、また見てね。それではさよなら、さよなら、さよなら、また明日。